皆さんこんにちは、キスケです。本日紹介するパーティーはこちら、紫染めなのかな紫と黄色で戦っていこうっていうことですよね。で、黄色の龍拳悟空4ユニークフラグメントが追加されたことによってめちゃくちゃ強化されましたよね。まあもちろん今も、つけてるんですけど、真ん中にありますね。まあ、前回アベティが2つ乗るんですよ。GT ベジータのイエローかつ GT と、スーパーベジータのイエローかつサイヤ人、これで2つ乗っけて、プラスユニークフラグメントで力を底上げしてメタメタにしていこうかなっていう、ことですよね。で、僕のユニークフラグメントは2スロット目孫一族なんですよね。なのでこの編成で悟空ベジータ復活ご飯龍拳悟空ってしても、まあ、しっかりとスロット2は働いてくれるということで、ちょっと戦っていこうかなと思います。まあ黄色の枠をね、石腕ご飯にして、紫黄色で回ってる人って結構いると思うんやけど、龍拳悟空でもいけんじゃないかっていう、めちゃくちゃ昇格ですよね、いければということで、早速やっていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。悪の系譜パーティー対戦よろしくお願いします。やっていきましょう。まあそのなんていうかな、石腕ご飯じゃなくて龍拳悟空を採用した時のメリットが、まあ今まさにそうだと思うんですけど、まあフルパワーフリーザとか、不死身向こうのキャラクターがいる時にやっぱ救出の方が助かるっていうタイミングが絶対あると思うんですよね、今の環境なら特に。まあ、なので一概に石腕ご飯の方が絶対いいだろうっていうわけではないと思ってて、個人的にはね、だいぶ強いんじゃないかなって思います。しかも全開アビリティ2つ乗ってっからね、やばくねそれって。対戦お願いします。さあ、悪の系譜は久々に戦うけどいかがかな。もうさすがに最終形態クーラー厳しいんじゃないかなとは思うんですが、必殺技いこっか。これでバニシング回復して、えい、耐久がね、いくら全開覚醒とはいえ厳しいんじゃないかなとは思ってるんで。ああ最速、まあでもユニークフラグメントで耐久もしっかりと得られてるんで、まあまあまあ、強いですねそいつはずれたか。やるね、はい、変えちゃおう。 OK、 よし、これでちょっとメインで見ようかな、特殊でも見ようかな。射撃アーマーが若干怖いな。うわ、また最速かよまた最速かよ、早いよ皮外れんの。フルパワーフリーザー今の環境マジで強いよな、環境が強く刺したと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。危な、必殺怖いな。これかぶせられたら終わりだと思うんだよな正直。えい、シャン、蹴りをつけてみろ。ナイス、ラッキー。これはちょちょいのちょいお茶の子さいさいですわ。よし、この、あー、またか引っかかりすぎなんだよな。あ、大丈夫、肋骨肋骨やね。これはフルパワーフリーザーに変えられちゃうとライジング打てなくなっちゃうんで、もう早急に打っちゃおう。ナイス、調子に乗るなよ。んでそのままメインで見てっていう感じで立ち回っていけば、堅実に立ち回ってれば多分いけるんじゃないか。うん、なるほど、
タックルはないか。オッケー。はい。よっしゃー、勝った。いいね。龍拳悟空の火力がマジでやばくてさ、超強えの。はい。久しぶりにレジェンダリーフィニッシュ見るよ。マジで久々。レジェンダリーフィニッシュ。かっけー。龍拳悟空、環境に増えるんじゃないかな、多分。めちゃくちゃ強なったよ。はい、マッチングしました。ライバル宇宙パーティーのリーダー枠が悟空ベジータということですね。対戦お願いします。ちょっと怖えな。まあでも言うてね、言うて型落ちキャラクターばっかりだと思うんでなんとかなるんじゃないかなとは思ってるんですが。その色か、 OK。でトッポもね、いくら不死身ついてるからって言って、もう今の環境じゃね、マジできついと思うわ。なんか不死身がほとんどほんまに機能してない。で強みって言えば交代禁止の救急圧ぐらいじゃないかなって思ってるんで、まあうまーく肩にはまればいけんちゃうかな。これはバニシング回復してるんで慎重に行こうか。うーん、回避してないか。やるね、役に立ってみせろ。久々にシャンパ見たわ久々にシャンパ見たわ、マジで。 OK、 ナイス。オッケー、それはでかい。でこれでバニシング回復できるんで、そのまま殴っちゃおうか。打っちゃえ。はい、ナイス。強えな、最悪危ない。いやー、回避しないんだよな、バニシング。いやさすがに打ってくるか。そやな、どうしよっか。そのまま終わりか。いやー、それはちょっと予想外でーす。全然いけるよ。はい、龍拳悟空だ。これは救急カーツよ多分ね。悟空ベジータ悟空でしょこれ。落ちんじゃね ?250万。無理かな、信じてるぞ。いけ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 。でかすぎ。ナイス。これで不死身無効と。オッケー。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。よろしく。強くね。ガチで強くない？龍拳悟空。火力がマジで違うんやけど。なるほど。危ない。速圧入る。速圧入る。ほら、でかいね。これちょっと時間稼ぎたいな。時間稼ごう。稼ぐでー。いやー、ちょっと必殺アーツ持ってる持ってるよな。タイミングいい時絶対持ってんだよな。ん、まあ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 、いいでしょう。ナイスタックルやけど、パニッシングなかったわ見てなかった。あー、ライジングじゃないだけマシか。まあ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 、いやー、そうですか。
強っ。いやあかんな、落ち着け落ち着け落ち着け、救出、ナイス、うまい、中米カメハメだ、強いね。いやーチェンジしない、チェンジじゃない、回避しないか。硬いな、やっぱりしっかり硬いね。いいんじゃない、耐えるよ、耐える耐える、これがユニークフラグメントの力なんか。ギリギリやけどねこれ必殺かぶされたら痛いんだよな。よかった、ナイス、ラッキー。これはもう究極アーツでトンよ、究極アーツでトン。さすがに体力満タンは落ちひんと思うけど、うん、いやでもいい火力やわマジで。ラッキー、ライジング行こうか。おわ、こらきつい。いやーきつい、マジか、これはアイタタタやわ。いやーマジ、まあまあまあ、でも龍拳悟空が残ってるんでちょっと頑張って倒していこう。きついなー、きついぜ、ぶっ飛んでいく。ミスったな今のミスったわ、射撃技やと思ったわ。 OK、 パニシングいただけそうやね、回復量早いね。しゃしゃラッキーだ、ほい。これ会議で見るんじゃない、あ、見ないか、もう予約してんのか、予想外やな。いやギリギリやわこれ、めちゃくちゃしんどい対決。よし噛み合っていく、ナイス。さあラストタックル、ナイス、よっしゃー、あぶねえ、あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は、龍拳悟空4に全開アビリティ2つ乗っけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。めっちゃ強くなかった、すげえ強いですよね。その環境にさ、不死身向こうのキャラクターが結構いるので、まあ今回もフルパワーフリーザーに当たったんですけど、悟空ベジータとかね、まあ、そういった相手に対しては赤腕ご飯より龍拳悟空の救出の方がまあ助かる、こともあるので、わりかし分かんなくなってきたぞこれ。赤腕ご飯マジで龍拳悟空の火力が、まあ、異次元やし、救急ガーズでしっかりと不死身向こうの能力持ってるんで、相当強かったんじゃないかなって思います。このパーティーあるな。なかなか使ってて楽しかったですね。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良き、ドラゴンボールライフを。バイバイ。